森下雄一郎のガチ農業体験記。ではですね、これは、ね、肥料をやる機械なんですよ。この中に肥料が入ってまして、このお米の田んぼの方にこう肥料を撒いていく作業なんで、まあ今から行ってきたいと思います。暑いっすわ。めっちゃ楽そうに見えるでしょ。全然しんどいっすよ。これね、15年前の機械なんで、なかなか大変なことがいっぱいあってですね、これ下からですね、熱気がぶわー出てくるんですよ。でこれちょっとトボ歩かなあかんのでね、すんごい体力消耗します。で、まあこの田んぼ、これ今一回蒸腐するんですけどね、でこの中に入れてるやつがほとんどなくなって、でまた詰めて、次逆サイドからもう一往復して、基本的にはまあ田んぼそこ肥料やりは終わりと、まあ、あとはこう手前のところに手で入れていくこともあるんですけど、では逆面に行っていきたいと思います。行きます。暑い。でですね、この田んぼにある肥料っていうのがですね、こういうやつなんですよ。僕もあんま分かんないですけどね、こう福神有機ペレット128-10。まあなんかいくつか3つぐらいパターンがあって、その田んぼによって変えるんですけど、まあこれはまあ使い終わったやつなんですけど、まあ、こう裏とか見てみるとね、福神有機ペレット128-10で、こう入ってるのが、この128-10っていうのが、その窒素リン酸カリの割合らしいんですよね。これ888っていうのもあって、結局それは窒素の量が違うらしくて、でその田んぼや品種によっても変えていくっていう、まあ、こういった肥料なんですよね。そうなんですよ。次はですね、これちょっと見えます、これが肥料なんですよ。さっきあの機械に入ったやつもこれなんですけど、さっき機械やとこうパイプがあって真ん中の方にビョンビョン飛ばしていって手前も落ちるんですけど、やっぱこう手前の方がどうしても肥料が撒ききれないので、こう機械が終わるとこう手でですね撒いていくと、手前の方にっていう作業を次こう一周やっていって、まあ基本この1枚終わりという形になりますんで、では一周手撒き行ってきたいと思います。行ってきます。美味しくなれ、美味しくなれ、美味しくなれ。はいはい、これで一周回りましたんで、これでとりあえず肥料やり、この段階での肥料やりはこの作業で1枚目は終わりで、これをですね夕方5時まで永遠、田んぼを回っていくと。とりあえず夕方まで今日はこの肥料やり頑張っていきたいと思います。でですね、これ一袋20キロ入ってるんですよ、こうね、この肥料が。で大体なんですけど、まあ、僕もまだ全然分かってないですけど、この田んぼで言えば、20R だから、単純に向こうのこの田んぼの端からこっちの端までが 20m で、この縦がですね、これが 100m で、もう一つ田んぼって基本的には 30R、 それは 30m、 ちょっとこれが横が長いって感じですね。縦は100で大体一緒なんですけど、横が30で 30R で、 30R の場合だとこの 20kg の袋が3袋で、 20R の場合であれば2袋っていう形で、まあ、僕らは今やってるんですけど、でまあそれをこの田んぼの、まあ、こういう感じでですね、どこに何があるかっていう、何枚あるかっていうのをこういう地図で僕らも見ながら、結構飛び飛びに田んぼがあるので、こう一つにまとまってガッてあるわけではなくて、まあ、向こうの方にも 何枚かあって、であっちの方にも何枚かあって、ほんでこっちの方にも何枚かあって、でここにも何枚かあってみたいな、で結構こうトラックで移動しながらその場所を見つけてやっていくと、草刈りと肥料まき同様に、やっていくというような感じですね。いやこれね、
まあこう田んぼがこうあって、でこう山の方からずっとこう水がね、こう綺麗な水が流れてくるんですよ、こう用水路でね。でただ今こう肥料撒きをねしてて、まあ本来ならここにこう水が流れてきて、このまんまそこのパイプを伝ってこの田んぼに水が入っていくんですけど、実は今こう蓋をしてあるんですよね。っていうのも肥料をやってるので、まあ水が向こうにこう流れていかないように、まあ、肥料がせっかく入ってるのに、まあ、こう開けっぱなしにしてると水がどんどん入って向こうに流れていってしまうので、まあ、蓋を閉めると。すごいですよね、ここまで考えられてるというか。